相当なんか緊張するっていうか、どう書けばいいかがよくわからない。なんかでも垂らさないで書くの難しいですね。なんて書いてあるかあんま読めないかもしれないけど、はい、まあでもしょうがないですね、もう、はい、やり直しできないんでまたできないんで、はい。割り切らないと持続するのは難しい。普通にしてて自然な状態がいい。いや、言われなくても頑張ってるよって。あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。あ、いいですか、すいません、失礼します。はい、その椅子ちょっとレッドチェアと言いまして、はい、その椅子に座って喋るときは真実だけを喋るという、わかりました、ルールになっております。じゃあ8時間ぐらい楽しみながら会話できたと思うんですけど、はいはい、自分は何者だと思われますか。何者、なかなか難しい質問ですね。まあ特に何か何者というものでもないような気はまあしますね。まあもちろんそのずっと棋士としてやってきてるわけですから、まあそこにが中心になると思うんですけど、まあそれを除いて 何者かとか何かあるかと言われたら多分あまりないのが実態だと思います、はい、将棋に限って言えば天才だったりとか、それはご本人的にどうなんですか。どう言えばいいんでしょうか。まあ例えばなんかこう、まあ、取材受けたりとか、まあなんかこうきちっとして出していただいたりとかっていう時に、まあその天才っていう言葉は結構まあ、使い勝手がいいっていうところもあるじゃないですか。だからまあそういうものなのかなっていうふうにまあ自分ではまあ受け止めているっていうところですね。見出しとしてなんか秀才とかではなんかインパクトがないので、まあ天才とつけといた方がなんとなくまあ座りがいいかなっていう、まあそういうぐらいのまあ受け止め方です、はい。目をつぶっていただいて、ああ目をつぶって、はいはいはい、質問にお答えいただいてもよろしいでしょうか。はいはい。家族と聞いて何を、どんな景色を。ああそうですね、家族と聞いて、なんかでも、はい、